カタクリズムはカナダ出身のデスメタルバインド。同国のモントリオールを拠点に活動。バンド名は大変動、大洪水という意味のキャタクリズムに由来する。当初はオールドスクールなデスメタルであったが、徐々にメロディックデスメタルの路線へ移行していった。カナダモントリオール公演1993年にニュークリアブラストと契約し、EP。 ザ・ミスティカル・ゲート・オブ・リインカネーションをリリース。これがデビュー作となる。1997年、シルバイン・ヒューデが脱退。翌年にはベーシストだったマウリツヨイアコノがボーカル担当になった。2006年、マックス・デュアメルが再加入。2013年、マックス・デュアメルが脱退し、アルバムウェイティング・フォー・ザ・エンド・ツーカムからは入落室のオリビュードインが加入した。 同年10月に 11th アルバムウェイティングフォージエンドトゥカムの日本版が発売され、同年12月には仙台市、名古屋市などでライブが行われた。なお12日に福岡市で行われる予定だったライブはキャンセルになっている。2015年 12th アルバムオブゴースト and g ゴッ s をリリース。2018年 13th アルバムメディテーションズをリリース。 2020年9月にドラマーのビュードインが脱退し、元バイタルリメインズ、元アワーオブ、ペナンスのジェームズ・ペインが加入した。同月下旬には、14th アルバム、アンコンカードをリリースした。オリビュードイン2015年。ありがとうございます。